武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年弘前大学の物理の勉強方法について話していきたいと思います。弘前大学の物理試験時間は教育学部、理工学部、農学部の場合は90分間、医学部、保健学科の場合は理科2科目で120分間という配点になっています。配点の方は学部によって300点から500点と変わってきます。大問構成は全部で4題出題されています。大問1が力学からの問題、大問2が、波動の問題、大問3が、力学、電磁気の問題、大問4が原子の分野から出題されている問題となっています。なので力学、電磁気、熱力学、波動、原子、どの分野から出題されてもおかしくない、試験となっておりますので、特定の分野に偏って対策をするのではなく、まんべんなく全分野を仕上げておくことが重要になります。問題のレベルとしては他の国公立大学と比較するとやや優しめのレベルになります。どちらかというとオーソドックスな典型的な問題が出題されている傾向にありますので、しっかり参考書や問題集の問題が一通り解けるようになっていれば十分合格点が狙えるセットとなっています。なので、具体的な対策方法としては物理のエッセンスで基礎固めを行い、両門の風で入試問題の典型的な問題について、マスターしていきましょう。両門の風がしっかり仕上がれば、あとは国公立の傾向に合わせて国公立標準問題集キャンパスの物理に取り組んでください。両門の風やキャンパスの物理が、完璧に仕上がった状態ですと、弘前大学の物理でも十分高得点が狙えるかと思います。最後は過去問演習の中で今まで身につけた物理の解き方がしっかり実際の入試問題でアウトプットできるかどうかを確認していってください。もし足りない部分があればエッセンスや両門の風に戻って復習をしていきましょう。今回は以上です。